本日もカジオ鉄道チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。さて今回はですね、この分割式レイアウトの駅のセクションの制作を始めたいと思います。まずはですね、奥に見えているカーブ鉄橋の部分と接続をするため、レイアウトの端と端をユニトラックで構成をして、あちらとジョイントができるようにしたいと思います。その後にですね、ポイントとかレールを配置して、まずは一周試運転ができる状態まで持っていきたいと思います。まずはですね、ジョイントを行うためにトミックスのカーブポイントとこちらのユニトラックの端っこの部分をくっつけていきます。ジョイントのパーツには加藤のフレキシブル用のね、ジョイナーを使っています。このように少しハンダを流すと固定をされますので、これで加藤トミックスのね、レールをですね、つないでいきます。こういうふうに簡単に当ててやるとスーッと流れていきますので、これでもこれつながりましたね。それではこちらのカーブポイントがですね、木工用ボンドでレイアウトの方に固定ができましたので、この間ここですね、フレキシブルレールを敷くためにコルクシートを貼っていきます。このコルクシートはですね、100円ショップとかで手に入るコルクシートを2センチ幅で短冊切りにしたものです。各コルクシートにはこのように切れ目が入っていて、カーブ区間にも対応できるようになっています。これをですね、今から木工用ボンドを使いまして、こちらの方に貼っていきます。なおですね、構内配置としてはもう今回ですね、対向式本部を作ろうと思いますので、このようにね、線路の間隔は狭く、で両側にホームが来るというような形の駅にしたいと思います。それではちょっとボンドをつけていきましょう。このようにね、下にちょっと見えにくいですけど、ボールペンである程度、仮でね、線路敷く位置に印してありますので、木工用ボンドをこのように塗って、であとはですね、ここだな、コルクシートをここに貼っていくというような作業になります。先ほどみたいにこう切れ目を入れたので、こういったカーブ区間にも柔軟に対応することができています。そして木工用ボンドをつけたコルクシートを貼りました。まだね、こちら木工用ボンド乾いてないので、一晩ね、置いて乾燥させていきたいと思います。その間でですね、この後敷いていく予定のフレキシブルレール、こちらをですね、まず、枕木の塗装を行いたいと思います。これ開けると、こんな感じで、フレキシブルレール入ってるんですけども、こんな感じでね、レールに枕木がついてます。ただこのままだと枕木がまだ黒いので、私はこれをいつも塗装して使います。このように引っ張ってやると枕木が抜けますので、レールと枕木を外して、枕木をね、まずは茶色に塗装をしてから、またレールを入れて、敷設をしていきたいと思います。そしてエアブラシでこのように枕木の塗装が終わりました。ちょっと見ていただければわかると思うんですけども、こちらがですね、ちょっと薄い茶色。で、こちらが濃い茶色で塗っています。ここでちょうど分かれている感じですね。まあ、どちら側をこう、列車が通る、本線側にするか、これからなんですけども、こういうふうにね、塗り分けてやることで、線路のね、こっち側とこっち側で、どっちがあの本線かっていうのを使い分けられるので、今回はちょっと色を変えてみました。そして塗装した枕木をこのようにフレキシブルレールの形に、最初の形に戻しました。先ほど、色が違う枕木を2種類使ったと言ったんですけども、手前はね、ちょっと濃い枕木、奥をちょっと薄い色の枕木にして、これをこれから駅になる部分に敷いていこうと思います。敷き方はですね、加藤のジョイントパーツを使いまして、既存のトミックスのカーブポイントのところにジョイントパーツでこれをくっつけて、そして木工用ボンドとフレキシブルレール固定用の釘を用いて、このコルクボードの上にレールを敷設していきます。それではここにフレキシブルレールと
このカウポイント、トミックスのレール、ファイントラクトの接続点を作りますが、たまに質問があるのでお答えしておきますと、使うパーツはですね、この加藤のジョイント、これですね、これを用いて、フレキシブルレールと、このファイントラックを固定を行います。使い方としてはですね、このジョイントのパーツ、こんな感じでね、見えるかな。こういう形で、ジョイナーみたいなものが入っているので、これをね、ペンチで、このついている、まあ、ランナーといいますか、これをくね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 ってやると、まあ、金属疲労でこう取れてくれます。こちらもね、同じようにくね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 ってやると、簡単に取れますね。これを無理にニッパーとかカッターで切ろうとすると、ちょっと失敗するので、こうやって、いつも私は、くねくねって取る方法を使っています。そして、この折り取ったジョイナーのパーツをですね、ジョイナーじゃなかった、ジョイントパーツですね。これをまあペンチかなんかで掴んで、このファイントラックに差し込みます。差し込むと、このようにフレキシブルレールを接続することができますので、これでね、作業をしていきます。まあ、具体的に言うと、まあ、この後こう、ハンダを流して、ここを固定するというわけですね。そして、このように、2本線路をつなぎましたので、実際にハンダ付けを行っていきます。ちなみに、できる限り、こう、フレキシブルレールと、こうやってレールつなぐときはですね、直線にした状態で、ハンダを付けするのが、一番いいと思います。まあ、どうしても、レール、最後の付接の終わりのあたりとかね、そういうときは仕方ないんですけども、これを、こう、曲げた状態でね、ハンダ付けしちゃうと、ここが折れた状態で、カクッと、なった状態でハンダ付けをしてしまうことになりますので、そうするともう必ずここ脱線のポイントになっちゃいますよね。脱線頻発ポイントになるので、できるだけね、つなぐ相手のレールとまっすぐになるようにしてハンダ付けを行います。で、私の場合はですね、もうハンダは基本的にこのレールの外側にしか流さないようにしています。まあ、内側流すとより強力に止めることができると思うのですが、やっぱりフランジが通る部分になるので、あまり極力ね、避けたいですよね。このように外側のみハンダ付けを行います。あまり当てすぎるとこう枕上げ溶けちゃうので、適度にスッと流れていくぐらいの時間でハンダ付けを行います。はい、あとね、こうしてで、ハンダ付け完了ですね。で、この後レールを適切な位置に戻して、木工用ボンドと空気を使って止めていきます。というわけで、フレキシブルレールを敷いて、このようにカーブポイントからカーブポイントまでの2面2線の液量のこう線路がね、敷けました。この後はですね、駅のホームなど駅舎などを設置して駅の製作に入っていきたいと思います。今回は分割式レイアウトのカーブ鉄橋の反対側の部分に2面2線の駅を作るためのレールの敷設を行いました。スペースの関係上、トミックスのカーブポイントを使って、その中に対向式ホームを予定している駅のね、線路を敷いています。接続部分などにはね、加藤のジョイントパーツをハンダ付けして、加藤のユニットラック、そしてトミックスのカーブポイント、そして加藤のフレキシブル、この3種類のレールをつないで敷設しています。こんな風にね、リダ線の車両とかを置いて絵になる風景作っていきたいですね。次回はですね、こちらの駅にホームや駅舎を設置する作業を行っていきたいと思います。それでは次回の動画をお楽しみに。